お父さん、明日の試合は絶対に見に来てほしいのだ。高校サッカー選手権大会の決勝戦なのだ。最後の冬、僕のすべてを出し切るのだ。もしも勝てば、J リーグのチームからも入団契約を約束すると言われているのだ。明日は絶対にお父さんに応援してほしいのだ。ズンダモン、俺はお前がサッカーをやることに反対だ。だから今まで一度も応援には行かなかったし、明日も同じだ。サッカーで食っていこうなんて考えは捨てろ。サッカーなんてのは最悪のスポーツだ。お父さん、いや、こう呼ぶべきかな、なのだ。You, the, star。 何？今から30年前、高校サッカー界には、You, the, star と呼ばれる伝説の選手がいました。彼は220センチ、130キロの体格と、100メートル5秒の俊足を生かし、ゴールを量産。その規格外のプレーに、日本中の誰もが、高校卒業後はプロサッカー選手となり、日本代表を引っ張っていく存在になるだろうと期待を寄せていました。しかし、高校3年、最後の選手権大会前日、龍座スターは女子マネージャー3人と乱交大麻パーティーを開き、警察に逮捕されてしまったのです。それ以来、彼はサッカーに絶望し、サッカーを深く恨みながら、サッカー界から消えたのでした。ズンダモン、知っていたのか。お父さんがサッカーを恨む気持ちはわかるのだ。でも僕はサッカーが好きなのだ。そして僕の中にはお父さんの血が流れているのだ。明日スタジアムで待っているのだ。お父さんの前で絶対にゴールを決めて優勝するのだ。お父さんの夢は僕が代わりに叶えるのだ。ズンダモン。翌日、運命のホイッスルが国立競技場に響きました。序盤こそ競っていたものの、ズンダモン選手が大不調でミスを連発。ズンダモンチームは次第に押し込まれていきます。ズンダモン選手による痛恨の10連続オウンゴールもあり、後半40分の時点でズンダモンチームは10対0で負けていました。選手も監督も観客も会場にいる全員がズンダモンチームの勝利を諦めていました。ただ一人を除いて、はあ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 、くそったれ、もうダメなのだ。この試合は負けなのだ。僕は一点も決められず、プロ選手にもなれないのだ。悔しいけど、これが現実なのだ。もう何もかも終わりなのだ。諦めるな、ズンダモン。最後まで希望を捨てるな。諦めたら、そこで試合終了だぞ。は、なのだ。お前は今まで何のためにサッカーをやってきたんだ。サッカーが好きなんだろ。プロになるんだろ。だったら諦めるんじゃない。最後の笛が鳴るまで、勝利を信じて走るんだ。頑張れ、ズンダモン。お父さん、初めて応援に来てくれたのだ。おお、まだ5分あるのだ。いける、いけるのだ。絶対に勝つのだ。試合はその後、ズンダモン選手の連続スリーポイントシュートで逆転勝利。ズンダモン選手は大会得点王と MVP に輝いたのでした。日本中のサッカーファンがズンダモン選手の活躍に湧き上がり、その将来に大きな期待を寄せたのでした。しかし大会翌日、ズンダモン選手はお父さんと女子マネージャー3人と5人で乱交大麻パーティーを開き、逮捕されてしまいました。その後、彼はサッカーを恨みながらサッカー界を去っていったのでした。ズンダモンとお父さんは今では森保ジャパンアンチとして、ネット上で監督や日本サッカー協会への誹謗中傷を繰り返す毎日を過ごしています。